しょ。もう食べる？あかん。冷やして食べた方が美味しいの。うまいじゃん。うん、楽しみ。うん、うん、楽しみ。うん、うん、食べて。ラーキー。いいよ。食べさせたり。いいって。やめやめやめ。いい。やめ。何歳？40歳。なんで気象からやつが言うの、お前は。やめ、やめ。あ、やめ、やめ。食べさせたやん。いいやん。いいやん。早いんだ。切って。なんかいいですよね。あの人って。ゆうこさんの妹の直樹ちゃん。え？あ、そうなんですか。中村林業の人じゃないんですか。違うよ。なんで？おい。お前もこれか。冗談じゃない。違いますよ。あれ、バツイチ。バツイチ？バツイチとちゃうやろ。どっちなんですか。ゆうきくんみたいに緑の研修で町から来た人と大恋愛してここでしばらく一緒に住んどったんやわ。もうみんな絶対結婚するもんやと思っとってんけど、急に彼が村を出てってそれっきりや。あん時は村中えらい騒ぎやったわ。村中ってそれただの破局ですよね。都会やったらそれぐらいどうちことないかもしれんけど、村やったらそうはいかんのや。仕事もできるしちゃんとした人やったんやけど。だったらなんで。男と女のことやでな、いろいろあんのよきっと。気ぃついたら村の売れ残りや。年頃の女が独身ちゅうんはここらでは犯罪やな。ガン。その写真に彼も写っとらんだ。え？これそやな。彼がアピールになるから言うてわざわざ直樹ちゃんにこの格好させたやん。いたいたしったらないな、その幸せそうな顔。こないな鼻くそみたいなやつばっかり集まった。どうにもならんやろ。